この動画は、永山のりお連続射殺事件の解説動画です。ゆっくりしていってね。1968年10月から11月にかけて、東京、京都、北海道、名古屋でガードマンやタクシー運転手ら4人が射殺されるという事件が起こった。同じ22口径の拳銃によるもので、警視庁は広域108号に指定。翌年4月、東京の英語学校で金品を物色していた男が警備員に見つかり、拳銃を発射したが当たらず駆けつけた警官に逮捕された。男の名は永山のりお、当時19歳。前年に起こった連続射殺事件についても自供した。北海道から京都の連続射殺魔。1968年10月11日午前0時50分頃、東京芝の東京プリンスホテルの敷地を巡回中の総合警備保障中村君則さん、27歳、が何者かに撃たれ、搬送された病院で死亡した。警備中のガードマンが殺されたのは初めてのことだった。10月14日午前1時35分頃、今度は京都の八坂神社本殿付近でも警備員勝見留次郎さん、69歳、が胸などを4発撃たれる。勝見さんは、17、8の男にやられた、と話し、搬送先の病院で死亡した。現場付近には、ナイフとハンカチが落ちており、いずれも国内では手に入らないものだと分かった。東京での事件も、京都の事件も、同じ型の22口径の回転式、拳銃によるもので、捜査本部は同一人物による犯行と断定した。また八坂神社に残されていたハンカチには多量の花汁が付着しており、蓄膿症の少年ではないかと見られていた。この警備員殺しの犯人は、続いて北海道、名古屋でも犯行を重ねる。しかも、タクシー強盗にその性質を変えていった。10月26日夜、北海道函館市郊外の七重町で、後部座席から、三門さん、函館タクシー運転士、斉藤哲彦さん、31歳、を射殺され、売上金が強奪される。斉藤さんは、26日午前8時から乗務しており、函館市大門町から女性を乗せ、弥生町方向に行く、と無線連絡した後行方がわからなくなっていた。11月5日午前1時30分頃、名古屋市内で八千代タクシー運転手伊藤正明さん、22歳、が血まみれで倒れているのが発見された。伊藤さんは午前6時25分頃、出血多量で死亡。150メートル離れた路上にタクシーがあり、現金と腕時計が強奪されていた。やはり22口径の拳銃だった。警視庁は同じ22口径の拳銃によるこの連続射殺事件を広域108号に指定。入手の難しい拳銃を使い、また、現場も港に近いところだったため、外国人、もしくは船乗りによる犯行とみられた。しかし、名古屋での事件の後、犯行はピタリと止まる。何人かの容疑者が調べられたが、しろ、犯人の情報にも乏しく、迷宮入りするかとも思われた。翌1969年4月7日午前1時40分頃、東京千駄ヶ谷の英語学校、一橋スクールオブビジネス。で、若い男が金品を物色しているところを警備員、当時22歳、が見つけ、男は持っていた拳銃を発射してきたが命中せず逃走。明治神宮北参道口で駆けつけた警官に逮捕された。男は網走出身の飲食店従業員永山のりお、当時19歳。前年から起こっていた4件の射殺事件についても自供した。そんな永山は1949年6月に北海道網走市で8人兄弟の7番目として生まれた。父親は熟練したリンゴ剪定師だったが、飲酒と博打癖から家出し、たまに帰ると家から米を持ち去ったりした。父は後、航路描写として死亡している。そして、長兄はガールフレンドを妊娠させ、姿をくらます。その子供は母親が引き取った。教師も精神に異常をきたし、精神病院に入院した。1954年、母親は永山がまだ5歳の時、極貧の生活に耐えきれず、4人の子供を北海道に残して、実家の青森県北津軽郡板柳町に出奔し、魚の行商で生計を立てた。一方、父母のいない中で、兄弟たちは飢餓に近い生活を送っていたが、55年になって見かねた隣人が福祉事務所に通報。その計らいで、兄弟たちは入院中の長子を残して、母のいる青森へ移った。小学2年の時、兄弟の中でただ一人優しかった網走の病院の長子に会いに行こうと家出をし、青函連絡船に乗ったが、函館に着いたところで保護される。中学時代の永山は、何か大きいことをしたい、と話す反面、自殺したい、と漏らすことがあった。あまり学校にも来ないため、親しい友人はいなかった。中学卒業後、集団就職で上京。渋谷の、西村フルーツパーラー、の店員となる。研修で、給料は誰からもらうか、という質問に、同僚は、会社、社長、と答える中一人だけ、お客様からです、と言って褒められる。ある日、
寮の部屋長、当時28歳、が掃除をサボったことについて強く叱ると、長山は、やめる、と言い出し、一旦は収まるが、翌日も掃除をしなかったため叱ると、本当に出て行った。長山は横浜から貨物船に乗り込んで、香港に密航を企てるが見つかり、デンマークの貨物船、ハーターマスク号、で強制送還、出入国管理令違反で横浜地検に書類送検された。その後、栃木県に向かい、宇都宮の、上立自動車会社、に入社。ところが給料が出た2週間で姿を消した。11月8日、宇都宮市の食肉店で窃盗事件を起こし捕まる。11月22日、宇都宮火災別処分。長山の身柄は自動車工場の社長が引き取ってくれたが、後にボーナスのことでいさかいとなり、出て行った。1966年1月、大阪の宿で知り合った商人のつてで、長山は大阪府守口市の米屋、米福の店員として働き始める。給料をもらうと、親元へ毎月5000円ずつ欠かさず送っていた。この頃、主人に言われて戸籍謄本を取り寄せたら、本籍が網走予備都番外地になっているので、ショックを受けた。網走刑務所生まれだと誤解を受けるから、番地をつけてくれ、と町役場に懇願したが、聞き入れられなかった。6月下旬、米福を辞めて再び上京。戸籍謄本が同僚たちに見つかり、からかわれたらしい。7月18日、羽田空港内の東京エアターミナルホテルにベルボーイとして働き始める。しかしすぐに辞め、敵屋見習い、沖中市などに仕事を変える。9月6日、横須賀基地に侵入。米ドルなどを盗んで捕まる。横浜火災横須賀支部で保護観察処分、青森から母親が迎えに来た。保護司の紹介で、川崎市丸子東の村富屋クリーニングに勤める。だが、態度や言葉遣いの悪さから店主は首を通告。長山は、ああ、そうですか、と出て行った。1967年1月13日、新聞広告に求人が載っていた中野区本町の原島牛乳店に採用される。長山は、夜学に通いたいから勤めさせてくれ、と言っていた。6月19日、牛乳店を辞める。誰にも言わずに突然姿を消したが、1週間後、給料の残り分と机や布団を引き取りに来た。8月下旬、自衛隊入隊を希望し、第一次試験に通るが、保護観察中であることが分かり、不採用となる。1968年1月9日、神戸港からフランス貨物船に乗り込んでアフリカ西海岸を目指すが失敗、横浜海上保安部に捕まった。長山は自殺を図り、テーブルに縛り付けられる。長山は横浜火災から横浜少年鑑別所に送られた。2月2日、東京火災映像。2月10日、横須賀基地に侵入。ピストル、50発分の弾丸、M のイニシャル入りのハンカチ、ジャックナイフを盗み出した。それらは海軍 M 短波1等、兵装のもので、盗難に気づいていたが未登録のものだったので、処罰を恐れれて届け出をしなかった。長山は三笠公園遊覧船乗り場で10発ほど死者している。10月11日午前0時50分頃、東京芝の東京プリンスホテルの敷地を徘徊中の警備員、27歳に、どこに行くんだ、と見とがめられる。襟首をつかまれ、連れて行かれそうになったため射殺した。10月14日午前1時35分頃、野宿をしようと、京都府東山区の八坂神社内をうろついていたところ、ボン、どこに行くのや、と警備員に声をかけられる。ナイフで脅したが、そんなことしてもあかん。警察へ行こう、と言われたため射殺した。銃声を聞きつけて警官2人が走ってきたので、とっさに逃げ出した。10月19日、豊島区に住む兄の家を訪れ、犯行を打ち明ける。兄は信用しなかったが、ピストルを見せられたため、自首を勧めた。それでも長山は、これから北海道に行って自殺するから構わないでくれ、と出て行った。長山は北海道に向かった。網走に行きたかったが、所持金が少なかったため、電車に乗れず、函館までしか来れなかった。10月26日、タクシーを拾い、函館近郊の郊外で停車させ、午後11時13分頃、後部座席から運転手の頭部を射殺し、ポケットに入っていた8000円を強奪する。その後、市内の映画館で、西武戦線異常なし、を見た。この後、長山はなぜか網走には向かわず、東京を経由して、名古屋を目指した。11月5日、名古屋市内の材木置き場で寝ていた長山はバスで名古屋駅に向かった。港が好きで、港に行くと心が癒されると思い、そこを目指して歩いていたところ、タクシーの運転手に声をかけられ、車に乗った。午前1時20分頃、名古屋市内でやはりタクシー運転手、22歳、を射殺。現金7000円を強奪する。12月上旬、長山は中野区若宮町にアパートを借り、歌舞伎町のスカイコンパとジャズ喫茶、ビレッジヴァンガードに勤めた。当時、ビレッジには勤務時間は重ならなかったが、ビートたけし氏も働いていた。
長山は職場では寡黙だったようで、武志氏は、暗い、という印象しか持たず、名前も事件後に初めて知ったという。逮捕の3日前、ビレッジヴァンガード、を辞める。仕事の後にパチンコをするようになり、睡眠不足になったからである。4月7日午前1時40分頃、東京千駄ヶ谷の英語学校、一橋スクールオブビジネス、に侵入するが、見つかり逮捕、代々木署に連行された。翌日、長山のアパートが家宅捜索される。発見された事前に署名た走り書きがあった。これは京都事件を起こした後に書かれたものだった。私の故郷で消える覚悟で帰ったが、死ねずに函館行きの鈍行に乗る。最悪の罪を犯しても、残された日々を満たされなかった金で生きると決めた。母よ、私の兄弟、兄、姉、妹よ、許してと。問わぬが私は生きる。北国の最後を、最後と思われる短い秋で、私はそう決める。長山は生育時に両親から育児を放棄され、ネグレクト、両親の愛情を受けられなかった。裁判が始まった当初は、逮捕時は自尊感情や人生に対する希望や他者を思いやる気持ちも持てず、犯行の動機を国家権力に対する挑戦と発言するなど、精神的に荒廃していた。その後、獄中結婚した妻や作家で孫六らの多くの人の働きかけと、裁判での審理の経験を通じて、事故が犯した罪と与えた被害の修復不可能性に関して、事故に対しても、他者に対しても、社会に対しても、客観的に認識、考察する考え方が次第に深まった。その結果、反省、謝罪、贖罪の考えが深まり、最終的には真摯な反省、謝罪、贖罪の境地に至った。また5人分の命。被害者と自分を背負って贖罪に生きることが償いになるのではないかといったやり取りが残されている。二審のやり取りの中でもし社会復帰をしたらの問いに対し、テストで一番の子がビリの子を助けるような塾をやりたい、といった趣旨の発言をしている。差し戻し審で無期懲役が難しくなると一転して一審のような国家権力に対する発言に変わったが、関係者の話では一審のような迫力はなかった。弁護士に対して、生きる希望のなかった人に生きる希望を与えておきながら、結局殺す。こういうやり方をするんですね、といった趣旨の発言をしたとされている。長山が獄中で記した、読書ノートは、作家井上光晴が主催する雑誌、辺境に掲載され、71年3月に、無期の涙、として出版された。大学ノート10冊分の散文や歌をまとめられた当初は3ヶ月間に7万部を売るベストセラーになり、長山の生い立ちに対して同情的な見方をする人も現れたりした。1997年8月1日、東京拘置所内で死刑執行。長山のこの時期の死刑執行には、同じ年に起こった神戸連続児童殺傷事件が関係していると言われる。犯行時、未成年であっても極刑は下されるという示しがあった。日本の刑事裁判において刑罰として死刑を適用する際の判断基準として長山基準というものがあります。1983年連続4人射殺事件の被告だった長山則夫の第1次上告審判決で最高裁が2審の無期懲役判決を棄却した際に示されたため長山基準と呼ばれる。基準の内容として1犯罪の性質、2動機計画性など、3、犯行対応、必要さ残虐性など、4、結果の重大さ、特に殺害被害者数、5、遺族の被害感情、6、社会的影響、7、犯人の年齢、犯行時に未成年など、8、前科、9、犯行後の情状、の9項目を挙げ、これらを考慮し、刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択も許されるとした。2010年11月、東京地裁で無期懲役の判決が下された耳かき店員ら殺害事件では、殺人罪などに問われた被告に、検察側から長山基準を論拠にした死刑求刑が行われた。裁判員裁判では初の死刑求刑となり、検察側、弁護側ともに長山基準を元にした刑の重さを争点として公判が進み、裁判員らの判断に注目が集まった。ちなみに、長山の最後の言葉は、俺を殺すと革命が起きるぞ、だったという。幼少期の環境の悪さ、ネグレクトにより歪んでしまった長山。彼を救うには家族の愛情が必要だったでしょう。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。